東京経済大学4年の松坂洋介です。よく言う道場のわらしべ長者っていうのがあると思うんですけど、まあ、価値がないものからだんだんこう価値のあるものに変えていって、まあ、高価なものに変えるっていう、この動画をもとに、こう、まあ、その辺にありそうな、例えば、なんだろうな、教授の、なんかこう、いらない、もらったお裾のものというか、そういうものから、なんかこう、高いものにだんだん変えていって、そして最終的にこう、換金して、で、まあ、国境なき医師団っていう、まあ、NPO なんですけど、そこに寄付するっていう、まあ、こう、なんか面白い活動で、こう、社会貢献をしようなっていうコンセプトで、わしでしょうか。動機は、なんかヨーロッパで、まあ、レッドブルーっていう、まあ、会社があるんですけど、あそこが主催した、レッドブルーから、こう、だんだんこう、わらしべ長者みたいな感じで、まあ、高いものに変えてきて、で、その旅のクオリティを競うっていう、まあ、ちょっとこう、イベントがあって、まあ、それをもとに、こう、物々交換を使って、こう、何かできないかなっていう意味で、なんかこう、面白いものを常にやろうっていうのはやっぱ、まあ、あって、その面白いものって言っても、こう自分がこうなんだな、なんとなく面白いっていうものではなくて、まあ、みんながこう楽しんでもらえるような、例えばこう斬新なもので、かつ、そこ、斬新なものって言っても、なんか複雑さと、それはそれでなんか関わりづらいから、まあ、シンプルさっていうか、まあ、シンプルで、まあ、かつ斬新の二つをこう組み合わせて、何かやろうかなっていうふうには、まあ、考えています。今年の4月4日に、まあ、国分寺駅の、まあ、再開発ビルっていう、まあ、ツインタワーなんだけど、まあ、そこで行われた、まあ、オープニングイベントを統計台に任されて1日。で、そこでこう、付属された国スマ実行委員会っていう、まあ、国分寺×スマイルっていう、まあ、コンセプトで、まあ、国スマ実行委員会の立ち上げられて、で、そこを、一回オープニングイベントやって終わってしまったので、で、なんか、わらしべ長者プロジェクトも、まあ、そこに関わりながら、なんかこう、国分寺のために、こう何か、面白いことできたなっていうふうに思って。で、今ちょっとこう、なんだろうな。わらしべ長者プロジェクトって、まあ、結構グローバル系の人が多いから、なんか国分寺市の、グローバル系なことをやってる、例えば、まあ、国際協会とかなんだけど、まあ、ちょうどあさってちょっとこう、お話聞きに行って、まあ、その辺とこう、なんだろうな、コラボしながら、まあ、楽しいことができたなっていうふうに思ってます。なるほど。どんな言葉を使うかみたいな。まあ、自分で言うのは非常に変かもしれないけど、なんだろう、変態的な感じかな。ちょっとこう、まあまあそのまま感じの通りだけど、まあ変わった態度というか、まあちょっと人と違うことをして、まあこう誰かを笑顔にしたなっていうふうには思ってます。ありがとうございます。こんな感じで。うっす。